皆さんお疲れ様です。発直のエリナです。お願いします。はい、今回は、前回挙げた強めのオレンジメイクとちょっと対照的な明るめのオレンジを使った可愛い感じのメイク、オレンジメイクをやってみました。明るめのオレンジを使ったので夏にぴったりな感じになっているかなと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。それではメイク始めます。今日はベースなしでクッションファンデから始めたいと思います。これはホリカホリカのものですね。ちょっとね、あんまりもうねなくなってきちゃったんですけど、一回ファンデ取って、これをこの部分でちょっと押さえてから塗ります。なんかこのクッションファンデは結構マットな感じなんですけど、カバー力も持続力もすごくて、結構キルカバーより私は好きかもしれないです。結構汗をかくんですけど、最近暑くて、なんかこのファンデだと結構崩れないかなって感じ。コンシーラーとかなくてもすごいカバーしてくれるので、ぜひ使ってみてください。結構ねクッションファンデの中では安めな価格だったと思いますね。はい、じゃあファンデーションを塗った後、こちらのイニスフリーのパウダーでおでこを押さえていきます。で、次眉毛ですね。眉毛はいつものやつで描いていきます。最近ちょっと右の眉毛がね短くなりがちな傾向にあります。次は眉マスカラで明るくしていきます。今日ちょっと時間ないので、なんかすごいね淡々と進みます。はい、眉毛完成です。次はアイメイクしていきます。はい、こんな感じで二重を作ったので、次はアイシャドウを塗っていきます。今日はキラキラ系のアイシャドウを使いたいんですけど、このアリタームのキラキラのシャドウだけでちょっとアイメイクをしていきたいと思います。こんな感じのシャドウなんですけど、これは多分ねパウダーというよりはなんだろうね、ジェルに近い感じのやつなので、筆ブラシじゃなくてこういうチップで塗っていきます。私はアイテープを貼ってるので、アイテープの部分はちょっと優しくポンポンって感じで乗せていきます。上まぶたはこんな感じで塗ったので、下まぶた、涙袋の部分にも、ちょっとね上よりは薄めな感じでのせていきます。アイシャドウはこんな感じです。こんな感じのめっちゃキラキラな感じですね。はい、次ビューラーしていきます。で、アイラインを引きます。アイラインはちょっといつもより細めにシュッて感じで引いていきます。こんな感じでちょっと細めに引いていきます。はい、こんな感じでアイラインは完成です。次マスカラはデジャビュのやつですね。マスカラを塗るときは何ですかね、一本一本こう伸ばす感じ、束っていうよりはその一
もう一本の毛を目立たせる感じで塗ります。マスカラまでしてこんな感じですね。毛がっていうか一本一本その毛がねパッて伸びてる感じでこんな感じで塗ります。前回の強めの時はですね、下まつげも目力を強くしたかったので下まつげもしっかり塗ったんですけど、今日はちょっと優しい感じにしたいかなと思うので下まつげは塗らないでこのままでいきます。次は涙袋を描きます。涙袋はねいつものケイトのやつですね。こんな感じで影をつけたらクリオの G10 番を塗っていきます。もうなんかすごいことになってるんですけど、ちょっとすごいんですけど本当にすいませんって感じです。なんかやばいですね。なんかちょっとね下手に動かしたりとかすると全部パッて落ちてくるので、このままね汚いまま使ってるんですけど、ちょっと女子力のなさということで申し訳ございません。で、今日は涙袋の方にさっきのアリタウムのキラキラのシャドウをちょっと乗せてるので、いつもよりは軽めに、G10 番を塗っていきたいと思います。この涙袋に乗せたら、目頭の部分にもこのくの字の部分にもちょっと入れていきます。はい、こんな感じでアイメイクは完成です。アイテープを貼ってると、このさっきのアリタウムみたいなアリタウムのシャドウみたいな感じのシャドウが乗せづらいと思うんですけど、アイテープを貼ってるところをちょっとね優しめにポンポンってすると綺麗に塗るかなと思います。はい、じゃあ次はシェーディングとハイライトをやっていきます。まずは顔周りにくるくる取って乗せていきます。次はちょっと鼻筋を作っていきたいと思います。はい、こんな感じでシェーディングをしたので次はハイライトをのせていきます。ハイライトはもう相変わらず指でこれをのせていきます。なんかすごいねしっとりツヤって感じにしたいから、最近ねなんだっけ、リキッドタイプのリキッドタイプとかクリームタイプのハイライトをね探してるんですけど、もしいいのあったら教えてください。はい、次はチークを塗っていきます。チークは今日この2つを使うんですけど、最初にこのペリペラのジェルタイプかな、ジェル何チーク、ベルベットチークをまずのせていきます。なんかムースみたいな感じでこんな感じなんですけど、一旦ねこのまま塗っちゃうと結構ここがよれやすいので、これポンポンってしてちょっとなじませてから、ほっぺの中心あたりにのせていきたいと思います。このチークはなんか結構ねザ・オレンジって感じで、夏には本当にねぴったりですね。最初にペリペラのチークをこんな感じでこの辺にのせたら、オピュのパステルブラッシャーを使ってちょっとね上にかぶせていきたいと思います。チークまで終わったので、今日は最後に、今日はというかいつもなんですけど最後にリップを塗ります。どっちもシュウエムラのものなんですけど、これはカンナムオレンジって言って、結構なんか韓国の人にも人気があった色で聞きました。すっごいオレンジ、めっちゃレッドオレンジみたいな感じですね。でこっちはちょっとキラキラが入ったグロスっぽい感じのリキッドリップって感じですね。で最初にリップマンを落とします。じゃあ最初にこのカンナムオレンジの色を塗っていきます。これはちょっとポンポンって感じでのせていきます。すごいマットなので最初に保湿しておくといい感じに色がのります。こんな感じでまずカンナムオレンジの色を見せます。すっごいね結構パキッとした感じのオレンジ
なんですけど、私この前はなんか髪の毛赤だったりとか割と明るめだったんですけど、明るめの時にね、なんかこういうパッキリした色をね塗ったらなんかすごい浮いちゃって、でなんかずっと暗めな感じのリップを塗ってたんですけど、最近ちょっと紫にしたんで暗髪になったらなんか、ね、意外と湧けると思ったので最近また塗り始めました。じゃあまずカンナムオレンジを塗ったので、その上からこのリキッドリップを重ねていきます。すごいね、これも発色が良くて1本だけで塗ってもすごい可愛いんですけど、私はあのね、あんまりプルンってした感じのリップよりはちょっとマット寄りな感じが好きなので、ちょっと最後に重ねる感じで使っていきます。はい、今日のメイクはこんな感じで完成です。じゃあちょっと着替えて髪型を整えてからもう一回いきます。はい、じゃあ着替えて髪の毛を整えてきました。イエーイ。こんな感じのね、今日はもう今から飛び立てますよみたいな感じのブラウスを着てみました。ですね、髪型はそんなに巻かず、ちょっとストレートなんかそのままって感じです。特に何もしてないんですけど、前髪を巻いてこんな感じで来ました。なんかね、今ネイルが青なんですけど、このね、なんかどぎつい青とこの感じ全然合わないなってちょっと思ったんですけど、こんな感じで今日はキラキラのアイシャドウを使った可愛い系なんですかね、可愛い系のオレンジメイクをちょっと意識して頑張ってやってみました。この前の強めのオレンジメイクとは結構対照的かなって自分で思ってるんですけど、そんなに変わりがなかったらすいません。変わりないことはないか、変わりないことはないですよね。こんな感じですね、今回は。あのライトの方がですね、なんか調整、あの今まだ外明るいんですけど、今日も窓を開けてやってるんですけど、なんか色味をねちゃんと伝えたいんですけど、ライトのね調整、いい感じのなんだろうね、強さとかがちょっとまだよく分かってないので、こんな感じになっちゃったんですけど、今日ははい、こんな感じでメイクしてみました。ぜひ皆さんもやってみてください。この前のね強めのオレンジメイクは割と年中いけるかなって感じなんですけど、今回のメイクは結構夏って感じでやってみたので、夏にいいかなと思います。はい、はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録とインスタのフォローもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。